体系を打ち出すということは期待が持てないんですけれども、この憲法の在り方について、総理どうお考えですか。見直しをするべきだとお考えですか。小林幸内閣総理大臣。私はやっぱり憲法を踏まえて仕事をしていくというのは基本でございます。ということでありますけれども、今憲法審査会で各党でのご議論が始まりました。そういうものを注視をしていきたいと考えております。はい、中谷君。それでは最後に大臣にお伺いしますが、今日ずっと1時間ちょっと議論させていただきましたが、非常に私は国会の論戦ができない、やはりその基本の防衛政策のイロハのいいぐらいですね、やはり分かってないと、この前へ進めないと思うんですけれども、改めてお伺いしますが、大臣は今回、田中大臣、ご指名されましたけれども、これに対して、どのような責任を持って指名をされたのか、この点を伺います。もう時間が過ぎておりますので、野田総理大臣、簡単に。野田総理大臣。これまでの政治的な経験とか蓄積を踏まえて、また政務三役その他のメンバーも安全保障の問題に強い関心を持っているメンバーを配置しておりますので、しっかりと防衛省マネジメントして緊張感を持って職責を果たしていただきたいと考えております。これにて中谷君の質疑は終了いたしました。ありがとうございました。次に東淳司君。東君。公明党の東淳司でございます。今日はにわかに大きな問題となっております沖縄防衛局の講和、これがそれにまつわるあらゆることが政治的な公務員の政治的な中立性を、これが大変大きな問題になっておりまして、集中審議でございます。この点に集中いたしまして、最初に真鍋参考人、今回の講和を行ったという行為、ないのか、どうお考えですか。お答えいたします。現時点で明らかになっている、真鍋局長が行った講和の内容は、特定の職員に対して義務で、などであり、公務員の地位利用による選挙を行為を制限した自衛隊法第61条に抵触するものではないと考えております。ただし現在も事案についての調査が継続しているため、講和が現に抵触するかどうかについては現時点では。真鍋参考人。まず私講和の今大臣からご答弁いただきましたように、調査によって最終的に明らかにされるものという。東君。真鍋参考人ね、あなた国会議員の皆さん、沖縄関係の抗議おいでになったときにこう述べたっていうふうに言われてますね。国家公務員法などに抵触する可能性を自覚しています、載ってますよ、新聞に、あちこちに。これはどうなんですか、事実ですか。真鍋参考人。申し訳ございません、必ずしも私、その際のですね、確かにそういう
皆様の講義を受けたことは覚えておりますが、自分の言葉完全には覚えておる、るわけではありませんけれど、当時においてはですね、そのように違法性がない、あるとは認識しておりませんでしたが、先ほど申し上げたように最終的にですね、防衛省の調査によってそこは明らかにされると思っておりますので、その意味におきましてはですね、可能性はあるだろうという趣旨のことを申したのではないかというふうに考えております。東君。可能性があるという言葉をお使いになったんですね、やはりね。そこでね、私はこの自衛隊法施行令第87条政治的行為の定義というところでですね、ここでどう謳われているか、政治的目的のために官職、職権その他行使の影響力を利用すること、こうなったときには停職をすると、こうなっているわけですね。あるいは自衛隊法第60条職務に専念する義務というところで、隊員は第60条隊員は法令に別段の定めがある場合を除き、その勤務時間および職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。そうしなかった場合は職務専念の義務を怠るということになるんだ、こういうふうに述べられております。そこでですね、今回の事案ですけれども、一つはね、あなたは沖縄防衛局長という立場地位で講話というのを行いましたね。それから二番目に、勤務時間中に沖縄防衛局の講堂という場所を使われましたね。3番目にね、このタイミングですけど、宜野湾市長選挙の直前というタイミングにあなたはこれをやりましたね。4番目、この講話の対象者をあなたは全職員というよりも宜野湾市につながりにあるそういう人に限定をいたしましたね。5番目、しかも親戚のリスト、これを出せ、こう指示をしましたね。つまりあなたの防衛、沖縄防衛局長という地位で講話を行った場所、宜野湾市長選挙直前というタイミング、聞く対象者を宜野湾の関係者に限定、しかも親戚のリストを出せという指示、これはね、通常の講話、仮にあるとすればですよ、今までずっとやってきたとおっしゃってるんですから、この講話からすればね、講話の目的っていうのが教育とか研修とかね、そういう業務の一環という、あるいはまたこの選挙で公務員たる者は政治的に中立であるべきであるということを教育する、訴える。こういうことをね、やはり逸脱してるんじゃないですか。もしそうだとしたら全職員対象にすべきでしょう。この5つの観点からですね、本当にあなたは法令に抵触してない、そう言い切れるんですか。どうですか。真鍋参考人。まず今5点委員からご指摘いただきましたけれど、その防衛局長の地位にあってですね、その行動を使ってということについてですね、それから対象者を限定したということについて、申し上げたいと思います。私のですね、今回の講話の意図目的といたしましてはですね、宜野湾市の市長選挙が近くあるということで、その宜野湾市の市長選挙というのは普天間の飛行場の移設返還問題の観点からもですね、極めて重要な意味を持っていると、すなわちですね、普天間飛行場の問題の原点であるですね、
普天間飛行場を普天間飛行場問題というその問題の原点であるところのですね、普天間飛行場を抱える宜野湾市民のですね、民意が示される場であるというふうに考えたわけでございまして、それにあたってですね、その、選挙権をその選挙権を持っているですね、職員等につきましてはそのきちんとですね、公務員としてあるいはよりも言えばさらに言えばですね、その沖縄防衛局の職員として、きちんとこれに対応してもらいたいというふうに思ったわけでございます。局長の講話という形で、職員のちょっと有権選挙権を持つですね、職員を対象として講話を行いました。その委員が疑問とおっしゃいましたですね、公務員のあり方としての政治的な中立性公平性を保つこと、それから、公務員としてですね、できるだけ、その国民の義務選挙権を、きちんと行使することこれを行ったというふうに私は整理を頭の整理をしておりまして、そうであればですね、でですね、講話を行うことは生ずるものとはいうふうには思ってなかったところでございます。時期につきましてはですね、宜野湾の近かったことはおっしゃる通りでございますけど、その近くなってですね、そういった自覚を持ってもらうのが有効であろうと思ったからでございます。それからあと親戚にどうしてそこまで広げたのかという点でございます。これは先ほどもですね、同様のご説明を申し上げた、それと重なるところがあるかもしれませんけれど、まずもともとは私は対象者職員に限定するつもりでございましたが、先ほど私の関係職員宜野湾市に親戚を有している職員というものも、職員はですね、選挙にあたっては教育を行いたいと思ったところでございます。委員長、東君。何のため親戚まで広げたんですか。全然分かんないですよ、あなたの答弁。答弁になってない。宜野湾選挙が近い。選挙権のある有権者、何のために呼ばれるかもうみんな分かってますよ。どっちをあなたが通したいかなんて呼ばれる人たちはみんな公務員の中立性がどうのこう、何のために呼ばれたかってのはもうみんな分かってるわけで、公務員として呼ばれてよ、そんなね、全くなかったなんて言い切れるんですか。本当に言い切れるんですか。もう一回聞きましょう。真鍋参考人、言えないでしょう、親戚まで呼んで、はい、親戚の件につきましてはですね、私も先ほど申しましたが、その誤解を招く面がありますが、当時におきましてはですね、その親戚も昨日ですね、提出させていただきました
籍の方と接するときに、職員がきちんと対応できるようにしてほしいなという気持ちがございました。そのために、最終的にですね、それでいいだろうというふうに考えた次第でございます。東君、もう一回言いますよ。第87、政治的目的のために官職職権その他行使の影響力を利用してはならない。利用してるじゃないですか、影響力。第60条、職場の注意力のすべてをその職務遂行のためにならないのに、まあ、あなた戦艦でも何でもないんでしょ。なんで戦艦でも何でもないあなたが急に公立制なんていうために講話を開かなきゃ。